キュウリの収穫をします。小さいゴーヤーが立っています。1個だけ1個だけです。かなり、雨の日が続いてしまいましたので弱ってしまいました。しまったのでこれは近々全部処分して入れてしまうそうです。ナスは2本になっています。勝手に出てきたシリーズの一番端っこにあった、やっぱこれはこれはゴーヤーだったそうです。ここまでなりました。ゴーヤーをいただいたのでそれをここに植えます。ゴーをいただいたのに1個だけしか生き残りませんということで、よし、勝手に生えてきたシリーズなんだろう。あれ手に生えてきたシリーズ、新入りですね。何ですかね、これは。またこれも、成長を見ていきたいと思います。これね、蜂が飛んできて蜜を収穫してるのよ、これ。だから、こう、何生かせてるの。トマトはこういう感じです。アシタバはこういう感じです。長命草は、長命草増えてきたよね。安納芋をと水につけて、あんな芋を水につけて、何？芽出してるの。あ、芽を出して、もうちょっと出させているらしいです。それを土に植える。あ、もう少ししたら土に植えるらしいです。玄関先に置いてます。なんだろう。かぼちゃをここに育てていたと思うんですけど、やられてしまったのでもうそれは全部引き抜いてしまったそうです。で今は、万能ネギを植えてますね。これは再生野菜です。今これは再生野菜とのことです。買ってきたネギですよね。それをかぼちゃの後に植えました。じゃあお芋はどうなってるかと言いますと、まあ、葉っぱは結構増えたかなって思います。これ右側のこれの方が結構増えたかなっていう感じです。初めてあそこになっていたゴーヤーはこっちに移したの。
勝手になってできたシリーズのゴーヤーの別のプランターに移しました。こっちの方がよく育ってるのかもしれません。もう一つはこっちに移しました。アスタバを育てて気づいたんですけど、見えますでしょうか、葉っぱの縁に水をためるみたいで、水滴みたいなのがついてるんですよ。乾燥しない、なんか意味があるだと思うんですけど、プツ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 ってドットのようにお水がついています。もうちょっとしたらこれもまた収穫して感謝していただきたいと思います。